こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日はハンターハンターヨークシンシティ編の第3弾ですね、をお話ししたいと思います。はい、あのね、もしですね、まだハンターハンターを見たことがないという方はですね、ぜひね、アニメでも漫画でもね、ご覧になってください。本当におすすめですよ。はい。ということでね、今日はね、幻影旅団のね、地下競売編ですね。3回目になります。はい、ね、今、フランクリンとフェイタンがね、地下競技場のね、壇上に上がるや否やですよ。ね、ダブルマシンガンでね、一掃してしまいますね。そういう場面ですね。はい、いきなりのね、出来事に衝撃が走りますよね。はい、ね、雫も出てきますね。デメちゃんがね、地下競技場をね、一掃してしまうのがまた不気味でもありますよね。はい、ね、その襲撃にね、気づいたね、クラピカたちがね、着いた時にはね、すでにね、競技場は物気の殻になっているわけですよ。はい、もうこのシーンね、スピード感があってすっごい面白いですよね。はい。ところがどっこいですね。旅団がね、金庫に着いた時にはね、お宝はね、一つもなくなってるんですよね。はい。陰獣フクロウの登場ですよ。はい。ねえ、もうとりあえずね、会場を後にするね、旅団員ですね。はい。それを追うね、マフィアンコミュニティですね。はい。もうね、重労働はね、激横ですよ。はい。でね、ここでね、ウボウギンがすごいですよね。もう銃弾が当たってもびくともしないですしね。はい、ここからね、そういったね、ウボウギンとの戦いが始まりますね。はい、他のね、旅団のメンバーはね、ウボウギンが戦ってるから、あとね、トランプをしたりね、結構こうね、ウボウギンに任せっきりみたいなね、そういう信頼関係もありますね。はい、ということでね、今日はね、とりあえずこの辺にしておきますね。ということで、ハンターハンター幻影旅団のね、今第3弾ということでお話ししてまいりました。ご清聴ありがとうございました。